ども皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また1週間分のアレンジをハーフアップバージョンで今日は紹介します。ハーフアップ好きの方にはすごい必見なんですけど、全部すべてだいたい 2,3 分でできるアレンジになってます。なので不器用な方でも簡単にできますので、ぜひ参考にしてみてください。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい垂らします。手のひらに伸ばして、毛先から順に表面までしっかりと伸ばしていきます。このくらいしっかりとオイルがついてれば OK です。顔周りともみあげを 1.5 センチくらいずつ遅れ毛を下ろします。だいたい耳のラインで上下に分けます。しっかりと手ぐしでまとめていきます。分け目よりも少し下でまとめていきます。ゴムのヘアアクセを使います。お団子になるように結んでいきます。飾りの部分を上にして、毛先を下に下ろします。余った毛先の3分の1くらいを取ります。これをゴムの飾りの部分の内側を通して、ゴムの隙間に毛先を挟みます。こうするとゴムが隠れてくれます。ゴムの周りを3ミリ束くらいで5箇所ほぐしていきます。その上の間の髪の毛を同じ束で4箇所ほぐしていきます。そしてサイドを、耳上を少しと、鉢よりも少し下の部分を少しずつほぐします。お団子は裂くように3箇所ほぐしていきます。ホリスティックキュアのストレートアイロンを使います。毛先を少しずつ束を取って、外羽に巻いていきます。顔周りも外羽に巻いていきます。もみあげも同じように外に巻きます。同じように両方巻いたら完成です。32mm のコテで毛先を巻いていきます。外羽に全部巻いていきます。反対側も同じように巻いていきます。何個かに分けて通してあげると
全体に均等に熱がいくので小分けにして巻いてください。今回は外羽に巻いてますが、お好みでミックス巻きでも大丈夫です。オイルを5滴くらい出していきます。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に表面に伸ばしていきます。ハーフアップなので内側もしっかりとつけていきます。こめかみから一直線上に取り分けていきます。手ぐしでしっかりと溶かして、斜めに半分になるように分けていきます。左側から時計回りにねじっていきます。この時に根元の方できつくねじっていきます。そうするとだんだんねじった部分が曲がってお団子状になってきますので、お団子になるまでねじっていきます。手先は少し余らせた状態で上からゴムで留めていきます。分け目が少し出てくると思うので隠すように下にずらしていきます。トップの部分にボリュームを出します。こういうアクセサリーがあれば毛先の部分につけて完成です。ポップの髪の毛をまず手ぐしで後ろに溶かします。手ぐしをしたらこのぐらいの量を取ります。26ミリのコテでさっきの髪の毛を後ろからコテを押し上げる感じでボリュームを出していきます。少し根元に立ち上がりが出たら OK です。顔周りの髪の毛を 2,3 センチ幅で取り、コテで外巻きに巻いていきます。手ぐしで溶かします。反対側も 2,3 センチ幅で取り、同様に巻いていきます。手ぐしで溶かします。顔周りの髪の毛を1センチ幅で取っておきます。トップの髪の毛を後ろに手ぐしで溶かして、耳あたりの位置でだいたい3分の2ぐらい上が多めで下が少なめで取ります。耳の高さでお団子になるように結びます。表面を5箇所ほぐしていきます。取る幅はだいたい3ミリ幅で丁寧に取っていきます。
団子を縦に2箇所ほぐします。お団子の毛先の部分をこのぐらい取り、ゴムに巻きつけます。毛先は下に来るように持っておきます。上からゴムで挟みます。スプレーワックスを全体に振ります。軽くなじませます。耳が出ていると思うので髪の毛を少し下ろして耳にかぶしたら完成です。リーゼのまとめ髪フォームを使います。3プッシュ出します。全体的につけていきます。このぐらいウェット感が出るのがベストです。ブラシを使います。分け目をなくすように前髪の後ろからとかしていきます。このあたりから後頭部の下あたりまで分け取ります。右側に2回ねじります。サイドクリップを使っていきます。クリップをねじった髪の毛に留めます。トップの部分だけ少しほぐします。ここの分け目を隠すように少し下に引っ張りながらほぐします。ベイビーオイルを使います。4滴出します。髪全体につけていきます。ぱっくり分かれないように髪の毛を後ろに流します。表面の髪の毛を斜めに取り分けます。耳の高さより少し上の位置でゴムで結びます。サイドの髪の毛をここが埋まるように髪の毛を下ろします。両サイドの髪の毛をまっすぐ持ってきてゴムの上でまとめます。ゴムで結びます。結んだらゴムを少し下にずらしてくるりんぱします。ゴムを持ちながらまずトップの部分をほぐします。次にくるりんぱしたゴムの近くからほぐします。Nドットのオイルを使っていきます。オイルを3滴出します。全体的にオイルをつけていきます。表面の毛束を取ります。だいたいこのぐらい取ります。ゴムで結びます。横の髪の毛を取りゴムの上でまとめます。
根元から少し離してゴムで結びます。ゴムを少し下にずらして一回転させて下から髪の毛を穴に通します。下にずらしたゴムを横に引っ張りギュッと強く締めます。サイドの髪の毛を少しほぐします。トップの部分も少し高さを出します。ヘアクリップを使います。ヘアクセを耳後ろにつけます。今日使うのはゴムの方におすすめな 26mm のコテとシリコンゴム2本です。それではベースを巻いていきます。コテの温度はコテの一番下の温度に設定して先を巻きます。耳より前の髪の毛をまとめて太はねにします。反対側も同じように耳より前の髪の毛を太はねにします。後ろは半分に分け取って右は右でまとめて太はねにします。左もまとめて太はねにします。最後は真ん中を取って割れ目ができないように真ん中も一緒に太はねにします。やっぱり乾燥も気になるのでモロッコオイルもつけていきます。オイルを2プッシュ出します。オイルは手を全体になじませて床に、内側は表面の髪の毛とほうげと前髪にもしっかりつけます。まず表面の髪の毛を取ります。だいたいこのぐらいの位置で後ろでまとめます。シリコンゴムで結びます。引き出していきます。結んだゴムを片手で持って1センチ幅を引き出したら指2本を開けて引き出していきます。耳より前の髪の毛を開けて後ろの結んだゴムの位置まで持っていったらシリコンゴムで1本にまとめます。これが2つになっている状態です。上のゴムを少し下にずらして指2本をこのゴムの下から通します。そしたら手をくるっとひねってこの下の最初に結んだ部分を輪っかに通します。下の髪の毛のゴムをきつく縛ったら上の髪の毛を下ろしていきます。細かい髪の毛や引っかかってる髪の毛があるので最後手ぐしで整えてこれで完成です。はい、ということで、今日はね1週間分のハーフアップアレンジを紹介させてもらいました。見てる中で、あ、これは自分だったら簡単にできるとか、あ、これ可愛いからやってみたいっていうのもあったと思います。なので自分が好きなものからねまずは挑戦していただいて、で、あ、これもやってみようかな、あれもやってみようかなってやっていくうちにハーフアップのスペシャリストになっていきますので、ぜひ皆さんやってみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。